来から我々がどちらの方向にどのように進んでいくかというのを学ぼうという試みです。過去から学ぶんじゃなくてですね、未来から学ぶ。これはですね、アメリカの MIT マサチューセッツ工科大学のオット・シャーマン博士が提唱しているですね、最新のコミュニケーションあるいはリーダーシップ理論です。今日はですね、その概要をお話ししますが、7つのステップがあるんですけれども、ちょっと難しい話なんで、徐々にですね、お分かりいただけるように段階を追ってお話ししていきます。今日はその7つのステップについてお話ししたいと思います。未来から学ぶ、未来を作っていくためのですね、方法論です。はい、7つのうちのまず1つ目のステップはですね、過去のいろんなものからですね、学ばないってことです。ダウンロードしないってことです。過去を捨ててですね、真っ白になって何かしようとした時の目的をまず考えてですね、その目的に向かってじっと考えるんですけれども、今の現実とかですね、自分の打ち立てた目的についてだけしっかり見つめてみるということです。見つめてみるということです。過去を捨ててですね、真っ白になって、もちろんメディテーションとですね、健康的な呼吸法をして考えるんです。第一段階がですね、しっかり自分の行くべき目標、得たいゴールをじっと見つめてみます。そうしてですね、メディテーションしてると感じるものがあると言われてます。これが第二ステップです。はい、第一ステップはですね、見つめる。第一ステップはダウンロードしない、過去からダウンロードしない。二つ目はじっと見つめてみる、目標をですね。三つ目、何か感じるものがあります。それを続けているとですね、プレゼンシングという難しい言葉なんですけれども、何かがふつふつと湧き上がってきます。その湧き上がったものがですね、クリスタライジングというんですけれども、結晶化してきます。結晶化したものからですね、将来の目標、未来に向かってこうして見ようというですね、新たな試み、これをですね、プロトタイプを作ると言います。プロトタイプを作ってちょっとやってみる。で、その後7つ目のステップですけれども、実際にまあ中あるいは大掛かりにやってみると。この7つのステップがですね、有理論なんですが、この YouTube にはですね、きちっとそのシェーマ図を書いておきますので、あ、なんとなくこういう7つのステップでものを考えていくと、未来から教わることができるんだなという手法です。はい、今日はこの辺りにしておきます。さようなら。